高すぎてわけわかんない。しかもだってさ、今日カメラ違うね。そうなんです、変えたやろカメラ。今日から一眼に変わる。やったー、よっしゃー。もうサリナドリの収益を全部つぎ込んだカメラ、今日はナイスなカメラから。どう、おしゃれに撮れてる？あ、やばい、傘とかやん。やっぱ服が好きなの私。あ、今日もおしゃれですね。そう、まあ、毎日インスタにも上げてます。そう、僕見てますよちゃんと。そう、でもサリナドリの時は T シャツデニムに、あ、なんかもうちょっとちょっと気抜いてる感じが気抜いてるなみたいな。やっぱサリナドリの時ってさ、移動するから、いろんな、まあ、そうですね、馬乗ったりとか。そうで、バレちゃったりとかもするし、リオが通ることが多いから、はい、動きやすい格好してるから、はいはい、もう普段の鈴木サリナはもう超ファッションピーポル。おしゃれだね。そう、今日はね、実は、はい、プレスルームっていうのに来てんの。プレスルーム、そう、プレスルームっていうのは雑誌、はい、雑誌に掲載するときにスタイリストさんがここに借りてきて、うん、次の何月号の何々で使わせてくださいとか言って、はいはい、いうのを、あ、貸し、ここの雑誌さんですね、 OK ですとか言って貸し出しするところ、で、なので発売前のものがあんねんけど、うんうん、今日来たのは H&M にやってきました。おお、いち早くちょっとチェックしに来た。いいですね、サリナドリでやることじゃないです。何がよ、私こういうことがやりたいの。サリナドリベビーシッターとか。違う違う、私も馬の部分ずーっと言ってるけど、サリナ 100% の企画で全然通らへんやん、いつもおしゃれなことやりたいって言わんも、うん、私のチャンネルだから私がやりたいこともやっていこう。だからもう今日は私はあのミニ君のこうやってプレスルームに新作をよくチェックしに行くの、いろんなブランドに。サリナドリ行くんすね。行く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 。で、今年のトレンド効果とか、はいはい、あの買うものをオーダーしてデリバリーしてもらったりとかを、洋服買うときそうしてんの。今日はとりあえず新作見れるから、もうマジでめっちゃ可愛いから、もうちょっととりあえず来て、そのおしゃれカメラで行くぜ、レッツゴー。ほら、 H&M ショールーム、これ渋谷にありますよ。渋谷の H&M の上にあります。上が、ここが H&M の中枢でございます。サリナドリ、久しぶり。お久しぶりです。よろしくお願いします。今日は見に来たよ。嬉しいです、新作を。久しぶりやんね、はい、いやー、ちょっと待って、今目に入ってめっちゃめちゃ可愛いねんけど、はい、これもコンシャスサランやね。そうです、これも12月9日に発売する新しい、H&M のサステナブルなコレクションなんですけど、今回のは本当にもう、ね、H&M のまず説明、このコンシャスラインを見とべが分かってなくて、はい、サキちゃんです、プレスのサキちゃんです。H&M のこの広告、あの、うん、イメージとか雑誌に貸し出したりとか、うん、はいはいはい、そういう H&M のブランディングを担ってるサキちゃん、はい、おー、よろしくお願いします。 PR、 お願いします。サキさん、そうなの、はい、まず H&M のコンシャスラインってまだ多分馴染みがないと思うねんけど、うんうん、そうですね、説明をちょっと、はい、このサステナブルっていう言葉が、うん、あの世に出る前よ、ね、そう、出る前から。だってコンシャスとかサステナブルって何やの、はい、って言って初めてのパーティー行った気がする。そうです、日本語で言っても持続可能性って言ってもちょっとあんまり伝わらなかったぐらいなんですけど、うんうんうん、今ね、皆さんが今みんな、ね、はい、サステナブルって言葉を使っている通り、うん、あの環境に優しく、なんていうんですかね、優しく順応するように、最初は本当にオーガニックコットンとかリサイクルポリエステルとか、うん、そのぐらいの程度だったんですけど、うんうん、今はそのサステナブルレベルも変わってきていて、うんうんうん、レザーをワインを作る時のブドウの搾りかすから作ったりとか、そうなんです、革じゃないじゃない。そうなんですよ、もうそれもビーガンレザーとして、うわー、そうなんです、すごい。そのアイテムもあるんで、それとかは先ほど言った、グレープレザーでワインを搾った後の搾りかすから使って、ということは元はブドウの皮。そうなんです、ブドウの皮とか茎とか種子とか。そうか、結果ね、結果革製品でした。すごい、え、
このバーはリサイクルポリエステルでできていて、でここはデジアというそのグレープレザーなんですよね。うわね、すごい進んだね。そうなんですよ。なんかさ、このなんかおしゃれしたいと、うん、その環境に優しいって、うん、そぐってなかったの、その10年前って、はいはいはい、やっぱ色もナチュラルやったり、ね、やけど今おしゃれしたい人もこういうのできるね、うん、みんなが手に取れるように、うん、はい、やばい、ちゃうか、ちょっといやこういうところ来たらその試着とかってできるもん。あ、はい、できる。え、来てほしいです。来ていい、来てほしいって言われましたから。まだ来てる方をそんなに見ていなくて、リースでは結構お貸し出ししてるんですけど、うん、まだあの来てるところをまだあまり見てないので見たいです。来たい。え、じゃあちょっとさ、はい、今日は H&M コンシャスラインのファッションショーしていい？わ、これじゃあさやさんが着たやつが実際に売ってるわけですもんね。そうです。え、このドレスラインみたいなのも売ってるの？はい、わー、12月9日に、新宿と心斎橋とあとオンラインで発売するので、うん、あのどこにいてもポチることができます。なるほど。スリーピースのホワイト、めっちゃかっこいいっす。めっちゃかっこいいやろ。見てこのジャケット、背中開いてんの。おお、おしゃれっすね。めちゃめちゃ可愛くない？めちゃめちゃ可愛いっす。今ちょっと予想外に可愛かったのびっくりした。イエーイ、今日のサリナノリ楽しい。東堂さん、サリナの笑顔が一番だよって言ったやろ。これが私のやりたいこと。バイブス上げこ、かっけー。イエーちょいちょい、一気に出さくなりました。うせ、一気に出さくなりました。やっちゃダメ。どう、1個目はちょっとハンサム目に決めてみた。かっこいい。で、私やっぱかっこいいファッションがすごい好きやね、うん、メンズっぽい。ロンドンの街中とかにいそうっすよ、ね、そうよ、イエーえ、おいイエー、ファンタスティック。言えな。かっこいい。でももうこれでさ、行きたいな、バーとか、ロンドンのバー行って。確かに。ああ、音楽聴きながら飲みたいわ。やりたいな、そんなこと。サリナ撮り、もうカッコつけまくってる鈴木サリナ撮りたくない。こういう格好でデートとかも行ってほしい。それこれで、あ、めちゃかっこよくないですか、シンゴちゃんと。あ、シンゴちゃんとのデート、これ行く。シンゴちゃんと2人でここにコーディネート。わー、あ、シンゴちゃんとここに来てデートの服選んで、そのままデートはどう。最高じゃん。やばな、やばな、いいよな。多分協力してくれますよ。してくれるよな、なんかすぐしてくれる。そう、してくれそう。すぐしてくれ。すぐしてくれ。そうやねん。そうや、ここでおソロの服着て、やばい、好きになるしかない。どうし、しんごくん、ちょっとここ着て服選んでデートしよう。おしゃれなバー行こう。YouTube 使って何言うんですか。次はデート、じゃあデートを想定して、シンゴちゃんとのデートを想定して。相手は別にです。相手はいい。え、じゃあ誰、相手誰がいいかな。カノーかな。シンゴちゃんにしてください。すいません、そうやな。じゃあ次、じゃあちょっと次の、はい、次いきます。今日すげえ格好できましたね。次、かわいい。かわいいですでしょ。かわいいですね。何がどうなってんの。すごっ。めっちゃかわいくない。確かに。え、重くないんですか。全然。超パーティー。確かに。結婚式の二次会とかに行ったらしいじゃないですかね。あ、確かに。あ、確かに。そう、一次会でこれで行ったらちょっとし、二次会が奥さんがこれとかもあるよね。あ、ありあり、確かに。え、奥さん結婚式これめっちゃ可愛いやん。タカラカラタラカラ。可愛いっす。可愛い。ちょっと久々着たドレスなんか。そう、首についてるやつも可愛いっす、ね。そう。これもエシカルやで。これ何からやっけな、コンピューターのあの廃材。すごい。すごない。どう、え、これでデート来たらどう。ちょっと正直引きますよ。あ、引くこれ。これダメね。そう、自分でも思ったでしょ今。これはこれでデートはちょっとやりすぎかなと思った。今日だってご飯食べ行こうってこの格好で来られたらちょっと
と嫌じゃないですか。可愛いってなれへん。なれないですね。本当？パーティーならいい。パーティーだと全然いいですよ。二次会とかそういうね、パーティーとか。そういうのは全然いいです。じゃそれで行く。これはデートはちょっと可愛いっす。いいっすね。うん、そうよ。だってさ、もう結婚式もできるようになって、うん、多分すごいあると思う。私もあんねん、来週結婚式は、友達のもうずっと延期になってた、はい、で多分みんなもあると思うから、うん、そういう時にこのエシカルの買いに来たら価格も安いし環境にも優しいし、うん、これどこのって言って、あのコンシャスラインって言ったら超おしゃれって感じだと思うよ。確かに。今度シックな感じ。そう、シックでクラシカル、しかもこのリボンが超可愛い。毎回聞いてるんですけど、重くはないですか？重くない、重くないです。でかいと重いって思うのやめて。全然重くないよ。すごいおしゃれ。可愛い。これどう？これいいかもしれないです。ありよな。これはデートありかもしれない。え、めっちゃ可愛い。しかも私がプレゼントみたいな。フライのリボン、かわいい。え、めっちゃ可愛い。これめっちゃ可愛いですね、確かに。うん、これ可愛い。可愛い。それはあの手袋もそうなんですか？あ、グローブもそう、グローブも。へー、手袋ってやめて、大阪弁なまり。手袋もそう、グローブやから。日よけのやつ。おしゃれやか。あ、まあでもこういうの着た時に結構肌が出るから。うん、あ、まあ確かに。そうか、こういう風にして。え、これかわいい。え、これさ、結婚式とか友達の結婚式、これここも全然いけますよ。これやといいよね。うん、おしゃれ。マジおしゃれやんね。え、さきちゃん、これいくらですか？これが、え、これマジでおすすめ。これいいっすよ。うん、1万2900円。安い。やば、12900。うわー、え、これ超おすすめです。で、ちなみにそのグローブが3999円。安い。うわ、これ欲しい。12月9日から買えます。12月9日から。ほんまにこれ超いい。え、ほんまにさ、結婚式このグローブとこれめっちゃおすすめやねんけど。いいっすね。うん、それピアスも可愛いっすね。そう、これもそう。ピアスもそのそう、コンシャス、もう覚えてへんやん、全然。ピアスもそうって、コンシャスライン超かわいい。やば、しかも値段もやばいな、ほんまに。思ったほどしない。こんなドレスないのにね、売ってない。超オリジナルで、こんなね、こんなオリジナルデザインで、こんな、やっぱすごいね、H&M って。これはほんまにさ、大ブランドじゃないとできん。やっぱりさ、変わったデザインのものってやっぱデザイナーがちゃんと入ってるものやから、すっごい高くなるの。いや、そうですよね。そう、それがさ、確かに。そのポーズは合わんのだよな。いいっすね。これでもなんかフェスとかこれで出てもいいですね。あ、フェス、え、フェスやったらケスはもっとぶちかましたよ、私。派手なの。次のケス。そう、次のケスあるんすかね。ないの？次のケースあるやろ、あんなに。やばい、大盛り上がりでしょうね。あんなに盛り上がって、しかも知ってんで、配信がめっちゃ見てもらってること。いや、そうなんですよ。もう終わっちゃったんですけどね。そう、すごい、すごい見たやろ。私のマネージャーさんもお金払って見たって言ってんねんから言ってくれる。その分ももらえんのかな、ギャラ。めっちゃ儲かってるやんと思って、おごってもらわなあかんわ。でもやっぱ僕ら勝手に YouTube 撮っちゃってるんで。あ、そっか、ウィンウィンだから。ウィンウィンやな。ウィンウィンね。ちくしょー。こんな感じです。あ、これはね、皆さん普段使いにめっちゃおすすめです。キャー、かわいい。違う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 、かわいい。ちょっと待って、もうマジでやばい、テンションバクバク。おしゃれ、かわいい。見て、おしゃれチャンネルできない。ちょっと見てやめて。聞いたことある。でも見とめ見とめ、めっちゃかわいい。しかもさ、
見てこのさ、このスカーフ巻くのか、うん、もうそもそもこのドレスが可愛いねんけど、うん、それスカーフ巻いて見て、ブーツ赤キャーは可愛いやばい、テンションが上がり上がりやばい、楽しい、可愛い、どこ行こう、これってうわー会話できます？会話ちょっと興奮状態、可愛すぎて興奮してあげてますよ、やばいやばい、これ可愛い、はあ、え、めっちゃ可愛い、どうしよう、可愛いです、可愛いです、すごいめっちゃ可愛くない？赤とピンクって合わせれるんすなあ、すごい、グッチしか無理やと思ったわ、鈴木紗理奈もできためっちゃ可愛い、もうほんまに可愛い。でもこれはさ、やっぱさ、ジャケットとかやっぱファッション誌に出てくる一コマやと思うねんけど、こういうのってこうファッション誌とかコレクションってこう一番尖った部分っていうか、そのやりたいことを見せてるわけで、コンセプトを見せる、そうで、そっからあ、ピンクと赤合わせありなんやって言って普段に混ぜるとか、あ、こういうフレアのスカート、フレアっていうかこうな、こういうスカート、この形でこういうスリットありなんやで、うん、こういうのを黒で普段使いにするとか、もうだから私のこのさ、これを参考にしてこうスカーフ巻くとかさ、うんうん、これでコンビニは行けないけど、おしゃれのこのヒントがいっぱい載ってるわけ。甘いのに、あ、急にここでハードになるのみたいな。あ、なるほどなるほど、そういう合わせ方、赤にピンクとか超可愛くない？で、ここにも赤が入ってるからポイントで、あー、かわいい、ブーツの見せ方も上品じゃないし、かわいいこうだね、そうそうそう、あー、そう、かわいい、そう見たらかわいいですけどね、めっちゃかわいい、うわー見たくないもの映るから、かわいい、めっちゃかわいい、これが一番ちょっと好きかもしれん。あ、これですか、一番、うん、今日4着来ました、うん、もうこのスタイリングがめっちゃ可愛い。これね、これピンクのスカート、普通に白 T でもいいし、うん、ちょっとざっくりした何かと合わせてとか、はいはいはい、普段使い全然できるし、そうで、この赤ブーツもなんか一色コーデで赤ブーツだけ忍ばせるとか、うん、で本当に青山あたりの上級者ならこれにこれで、上はちょっとめっちゃ可愛い、え、これで、めっちゃ可愛いこれでデートは来てほしくないですけど、可愛い、めっちゃおしゃれ、やばい、やばい、背中も可愛い、そう、めっちゃ可愛いな、キャー、うるさいな、キャー、嬉しい、何が一番って、サリナドリで一番大事なの、うまい、笑顔、イエース、トードさま、トードさんが言うか、間違いねえから、トードさんの言うことは間違いねえんだからね、間違いだらけですよ、間違いねえんだからね、あの親父の言うこと間違いねえんだからね、可愛い、もうやばい、抜きたくない、もうだからもういいで帰って、思いますか、もうちょっとここにいてぐらい、もうめっちゃ楽しい、やばい、ずっとなんか YouTube で流さないやつ撮ってるでしょ、あ、ほんとほとんど、あれいっちゃん長いです、あれリールあれいっちゃん長い、インスタグラムに載せるから、でもインスタグラムみんなチェックしてください、うん、ビックス一番長かったっす、マジで今日撮影で一番長かった、いやもう楽しい、かわいいよ、ということで H&M 9日からオンラインでも買える、全国でも買えるから、この全部これっていうのは今回ね、かなり派手なコーデで普段使いはできないわやけど、このアイテムに T シャツ合わせ、ちょっとざっくりしたなんかあのフーディー合わせるな、なんなりカジュアルに落とし込んで、これもこうトップスだけ使って下はパンツでとか、いろいろ着こなしできるので、皆さんコンシャスラインをぜひ楽しんでください、価格もお得になっております、ということで今週のサリナドリは子供まで、ベベベベー、はい、え、閉まんなかった、え、閉まんなかった、閉まったんちゃうの、何言ってるか分かんない、ベベベー、チャンネル登録よろしくね、毎週配信頑張ります。Make sure to like and subscribe. 私のもう一つのチャンネル、サリゲーもよろしくね。Bye. Thank you.